しく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ、頑張ってね。誇り高きミニオンレーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。
はアストロレンジャーズのシルバーフォックスのユーリ。ま、お前ほどのレーサーなら招待されていて当然か。世界グランプリ前の武者修行みたいなものさ。僕に招待状が来たということは他のチームの人間にも言っていると思ったしな。お前も観光に来たってわけではないだろ。確かにな。まあ本来ならオメガが本調子でないこの序盤で君のようなレーサーと戦うのは少々分が悪いが仕方あるまい。それはこっちも同じ条件さ。お前ほどのレーサーがどれだけ腕を上げたか俺も知らない。だがいかなる状況下でもパーフェクトに勝利するというのが俺たちアストロレンジャーズのスタイルだ。悪く思うなよ。別に僕も負けるとは言っていないさ。僕もチームの仲間に優勝を誓った以上こんなところで負けるわけにはいかないからな。そうか。なら無駄話は終わりとしよう。お前が相手ならバックブレーダーもいい調整になる。お前もここなら全力が出せるはずだろう。心配しなくても全力で行かせてもらう。手を抜いて勝てるほど甘い相手ではないことぐらい分かっているつもりだ。そうか。ならお互い全力勝負といこうか。あ、次のグランプリ開催前に各チームの実力を測れるいいチャンスだ。オメガの調整も兼ねて相手をしてやる。オーケー。計算通り、パーフェクト。これで一勝。オメガ！悪く思うなよ。くそ。ま、勝敗はともかく、レース自体は悪くなかった。おかげでベストな調整ができた。礼を言うぜ。さすがだな。僕の乾杯だ。予定では君がパワーブースターを使っても追いつけるはずだったんだがな。状況に応じてベストな選択をする。今回は俺の計算勝ちだ。あ、だが君の実力は見せてもらった。この借りはグランプリで返す。望むところさ。頑張れよ。オッケー、任しておけ。なんで俺に会うとラッキーなんだ。お前とレースできるからに決まってんじゃねえか。最近のやつらはミニ四駆は総合的なバランスだとか計算したレース展開が鍵だとか寝言言ってるやつが多くなってきたからな。
ここらで俺がミニ四駆はぶっちぎりだってことを世に知らしめてやるのさ。それでレースで勝って俺にそれを教えられるからラッキーというわけだ。どういうこと？アンラッキーだな。なんで？だってなんでだよ。クールになって考えてみろ。お前が俺に勝てる理由がどこにある？そうか、そういえばそうだよな。ってお前の方こそ寝ぼけんなよ。俺はヨーロッパ最速の男なんだぜ。だいたいそのヨーロッパ最速ってのも怪しい。あ、お前疑ってるな。いいぜ、こんな話しててもしょうがねえ。実際にレースした方が早いってもんだ。ホワイトナイトの力を思い知らせてやるぜ。そうだな、次のグランプリのためにもお前も早いとこ自分の力に気づいた方がいいだろう。相手してやるよ。1対1なら俺様も心置きなくぶっちぎれるからな。覚悟しな。やれやれ、ま、期待してるぜ。計算通りパーフェクト。これで2勝。え、嘘。どうした、ヨーロッパ最速は。おかしい、絶対おかしい。なんでこの俺が負けるんだよ。お前が別にヨーロッパ最速じゃないからじゃないのか。それに仮にヨーロッパで最速でもアメリカの俺に勝てるってわけでもないだろう。え、だいたいドイツやイタリアを抑えてなんでお前がヨーロッパ最速なんだ。別に根拠ない、最速だからだ。言ってることがめちゃくちゃだぞお前。そんなことはね、今回はコースアウトもしなかったし調子も良かった。負けたのは運が悪かっただけだ。ま、そういうことにしといてやるよ。それじゃ悪いが先に行くぜ。あんまりチームメイトに迷惑かけるなよ。なんで負けたんだ。